ちこんにちは。ゆたかさん、はい、まあ、オープン戦真っ只中じゃないですか、はい、いやオープン戦で私たちが見てると、例えばこのピッチャーは立ち上がり3失点したりとか、はいはい、このバッター、はい、全然凡打ばっかだとか、はい、大丈夫なんだろうかって、はい、で見てる方は素人はね、だからもう結果を追うよな、そう、やっぱりね、そうなんですよ、それしか見てないんで、なるほどな、でもやっぱり監督だったりコーチとかっていうのは、うん、どういう目線で見てるのか、例えば失点したところでこのピッチャーはあダメっていう風にしてるのか、そういうところを見てるんじゃないとか、あそれをちょっとね聞いてみたくて、私、まあ最初のオープン戦のテーマってさ、はい、そういうのがあって、うん、まあ、例えばピッチャーだったらまっすぐの走りを確かめるという意味では、はい、あんまり変化球投げないでまっすぐの走りだけでいってるピッチャーっているんだよね。だそれで打たれるんだったら、あまだまだボールのキレがないなとか、はい、球威がまだちょっと足りないなとか、うん、まあ、そういうことでこう判断してるんだ。だから打たれる打たれないんじゃないんだけど、はい、それはもうコーチも知ってるから、今日はまっすぐ中心でいってるとかさ、あそれってもともとそのピッチャーがちょっと監督とかコーチに、うん、今日ちょっとこれで確かめていくんで、まあ担当コーチだよね。で担当コーチから監督にちょっとまっすぐ多めで、はい、まっすぐ試したいみたいなんでとか、うんうんうん、その課題があるじゃない、はい、まあ、例えばピッチャーが課題にしてる変化球、はい、でその変化球をこう多めにちょっと投げてて、それがうまくいかずに打たれてるケースだとか、うん、まあいろいろあるんだよね。決してその失点が、イコールダメっていうことではないんで。そうなんですね。そうそうそう、どうしてもやっぱりこう、ね、ネットのニュースとかだと、うん、誰々が1回で3失点した、4失点したっていう文句ばかりが踊ってしまうので、うん、あれ大丈夫ってなっちゃうんですか。まあそれね、2軍の選手で、はい、まあ、1軍に残れるかっていう選手はもう最初から必死に投げるよ、うん、いろんなボールを使って、はい、だけどまあ1軍で安定してやってくれなきゃいけないっていうピッチャーはやっぱ課題を持って上がってるよね。ましてやそうじゃないとダメだし、うんうん、最初から全てを出して抑えに行くっていうんじゃなくて、うん、やっぱある程度こうキャンプでやったことが生きてるのかどうかっていうのを試すのがオープン戦だし、まあ、そうですよね。そうそうそう。で先発投手だと大体何イニングぐらいっていうふうにオープン戦だと決まってるんですか。まあ最初は2イニングとか、あそんなもん、うん、とか徐々に伸ばしていくよね。ああ、だからオープン戦のさ最後の残り5試合ぐらい、はい、これが初めて力が分かるというかさ、うん、仕上げになってきてるから、はい、でバッターは、うん、とにかくその三振は良くないよ、はい、だけど芯でちゃんと打ってるかどうか、うん、だから結果は伴わなくても必ず芯で打ってる凡打なのかとか、うんうん、そういうことだよね。それはまあ選手も分かるし、例えば監督コーチも見ていて、うん、あって分かるものなんですか。そう分かる分かる。だって芯で打てないやつは可能性が低いもん。芯で捉えたからって必ずヒットになるとは限らないじゃん、はい、だからその内容だよね結局、うん、例えば同じボンダでもさ、ボテボテのボンダなのか、はい、いい当たりのボンダなのかっていうのがあるじゃない、はい、だからもうそこら辺が判断基準だよね。で、そうやって見てあげないと、はい、結果ばっかりだとさ、うん、ボテボテが内野安打になったとかさ、うん、それは確かに結果が大事な世界だよ、はい、だけどそれは長続きするもんではないし、それは褒められた結果ではないからさ。だからボテボテの内野安打というよりもものすごいいい当たりのもう正面ついちゃったみたいな凡打の方が評価は高くなるよね、うん、そうですよね。だからそういう見方だよ。ああそっか、うん、あと例えばベテラン選手とそれこそ一軍を取りたいって思ってる選手ってまあ全然違うじゃないですか。でそういう人たちのオープン戦の力の入れ具合っていうのは、あそれは全然違うよ。そうベテラン選手になってくるとどんな感じ、まあ、例えばそのボール、うん、ピッチャーが本当の真剣に投げてくるボールを見るだけで全然違うよ、うん、別に打つ打たない関係なくですね。打つ打たないっていう、うんうん、感覚的に、はい、あこのぐらいのボール、あ切ればこのぐらいとか、うん、そういうのをこう体感するだけでもやっぱ全然違ってくるよ。ですね、うん、で必死な選手っていうのはとにかく結果だよ、ね、結果もうアピールしないとっていう、もう悩んだでもいいからってやっぱこう打率とか数字を上げていきたいよね、うん、たださ、うん、この選手は2軍だなって思う選手がいて、うんうん、はい、まあ、オープン戦でもよくあるんだけどさ、はい、使えます使えませんっていうのがあるんだよ。へ、いやそれなぜかというとさ、うん、使って打っちゃうとさ、うん、打って落とす理由がなくなるじゃない、うん、あるんだよ。だからどうしますって、いやまあでも最後に
まあ、打席に立たせてちょっと上のピッチャーのを経験させておこうかっていうようなこともあるんだよ、うん、で使ったら打っちゃったって、打っちゃったよみたいな。いやそれは嬉しいよ、嬉しいけど、どう見ても天秤かけた時にこっちの方を残さなきゃいけないっていう風になると、 B の選手が打っちゃうとさ、いや落とす理由なくなっちゃったなみたいな、まあそういう駆け引きもあるんだよチームの中にね。そうなんですね。だからそれは非常にならなきゃいけないしね。まあそうですね、そういう選択をどちらかね、うん、そうそうそう、落とさなきゃいけないっていうのもありますし、そうそうそう、本当の競争してるやつなんか、うん、もうガチで行くよね最初から。そうですね。で塁に出たらとにかく、まあ、走ってアピール、いやいや走るっていうか、まあ、これは監督のサインだけどさ、あそこはそうで走らすとか走らせないとかあるけども、うん、まあ最初の頃なんかほとんどサインはあんまり使ってないよね。あもうあの普通に見るっていうことですね、サインだから。もうとにかく走れると思った選手は走っていいよと、はいね、打てると思った選手は打っていいよとか、うんうん、でも終盤になってやっぱりファンもいるし、うん、勝ち負けに関わってくるような試合であれば、うん、まあそこでは送りバントもあるけども、はい、まあ大体フリーだというふうに思ってくれとか、うん、そういうことは伝えてるよね。もう、あもうそうなんですね、うん、選手たちに。あと打順なんですけど、うん、その打順っていうのはオープン戦でなんか構想とかっていうのもあるんですか？あやっぱ試すときあるよね、うん、この子が1番に適してるのか、はい、2番に適してるのかとか、うん、やっぱこうどういった打順を組んだらうちのチームの打線の流れっていうのができるんだろうなっていうことを、うん、やっぱ見るためにもすごく試すときあるよね。豊さんがその DeNA でコーチをされてた時のオープン戦ってやっぱそういうふうに、うん、中畑監督と話しながら、ああそれはもちろん、例えばどの選手をこうしてみようとかって、その当時って、まあ、当時は、まあ、例えば荒波っていう選手が、足が速い選手がいて、うん、1番に適すのか、うん、それとも梶谷の方がいいのかとか、うん、で2番は石川がいいのか、うん、まあ、例えば梶谷がいいのかとかさ、うん、まあ、いろんな試し方はしたよね。あ、うん、で荒波は足が速い、うん、守備も上手い、だけど選球眼は悪いと、まあいろいろあるんだよその特性がね、はい、で梶谷はなんかちょっと淡白だとか、うん、石川は粘れるとかさ、うん、そういうまあ特徴があるんだけど、その特徴を踏まえて打順を組んでいくという、で試していくという、うん、で、まあ、キャンプの時、まあ、一つのテーマがいろいろあってさ、はい、まあ、例えばエンドランを多く練習したとかさ、うん、そうなってくるとオープン戦で試してみたりとか、あ、まあいろいろするしね、うん、それとやっぱ守備につけばその牽制、ピックオフ、あそういうことも呼吸を合わすために試合の中で、うん、まあ、出してみたりだとか、うん、シーズン中出さないけども、出さないけどオープン戦の時に試しとくっていうのは大切なの、はい、あそうなんだ。これはなぜかというとこういう牽制があるよというデータを取ってるから、他の球団がオープン戦で、うん、あこういうこともやってくるよっていう、それを 見せるっていうか、うん、これはバラすんじゃなくて、うん、逆に見せておくというね、こういうのもありますよ、あるよって、ちょっとトリッキーなプレーもありますよと、あいうようなことを見せることによってデータが回るから。あそうなんですね。オープン戦ってセとパじゃないですか、うん、でもセリーグの他球団 のスコアラー来てる、まあ、ドイツリーグもやるけどさ、はい、うん、でも本当に隠したいようなサインはあんまり出さないけど、でも大体お披露目しとくよね、こういうことやるぞって、うんうんうん、向こうがものすごくやっぱこう3つより5つの方が警戒レベルが上がるわけじゃない、はい、だからそういうのをこう見せたりとかもしてる。面白い。オープン戦って見るだけでいろんな見方ができるんですね。いやできるよ。だからもうとにかく塁に出たらこの試合はバンバン走れとかね、うんうんうん、だもうとにかく闇雲に走ってくるぞって言ったら、はい、相手のバッター行ってシーズン入ったら、うん、いや今年の DeNA は足を使ってきますよって言えば、うん、まあ、それだけ向こうの警戒 をしてくれるわけじゃない、はい、でもランナーに警戒してくれるっていうことはバッターに多少おろそかになってくるという、はい、こともあるじゃない、はい、だからもうそういう駆け引きだよね。駆け引きがもうオープン戦の時から始まってると。そうなんですね、うん、で豊さんがじゃあ、まあ、コーチか、まあ、まあ監督という仮に、ね、監督だったとして、うん、他球団のオープン戦であと何が見たいですか？他球団気になります。気になるのはやっぱピッチャーの出来だよね。あ、うん、や
っぱりそこか。そこだからある程度このサインっていうのはやってくるだろうなということと、うんうん、なんていうのかな、まあそんなにトリッキーなプレーっていうのは生まれてこないんだよね、はい、だからそこら辺はあまり意識は置かないけど、うん、ピッチャーの攻略の仕方、うん、例えばセリーグとパリーグが当たった時に、はい、ソフトバンクと、うん、まあ例えばジャイアンツ、うん、で菅野が投げた、うん、で菅野が打たれた、うん、じゃあどういう球をどっち方向に打ったのかっていう、あ、そういうことは取りたいよね、データとして、あ、でそれが高めなのか低めなのかと、はい、変化球だったら何を打たれてんだとか、うん、そういう細かいことを取りたいよね。あ、そうなんですね。そう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 、そうなるとやっぱチャンスが生まれてくると思います。そうですよね。じゃあその当時豊さんが DeNA のコーチだった時は、例えばジャイアンツだった、まあ、菅野投手もまあいなかった、まあ、あ、まだいなかった、え、いなかったですか。多分いや、多分いないと思う。いる、え、いるいるいる。菅野って何年目？だって菅野投手ってあれですよ、あの、まあ、マイケンがいた。マイケン何年目でした？だってマイケンの1個下で大学東海で卒業 してから来てるから1年、1年後輩だし。いや1年後輩って2年後輩になるんだよね。いやだから1年日本ハムにドラフトされて1年浪人してるじゃん、菅野、うん、菅野投手、うん、あ、そうだった。だから俺と入れ替わりだと思う。え、じゃあその当時って巨人ってエースってまた難しいけど、ね、俺すごい気になっちゃった今、うん、まあ巨人以外でもいいですけど。いやだから前田とかね。ああ、そうですね、うん、広島前田健太投手だったりで、山井とかね、山井が若かったし、うん、ああいうピッチャーがいて2人にノーヒットノーランやられたけど、はい、山井は6回、前田は3回で、あ、これはやられると思ったからねいやもうねやっぱり当時、はい、その DeNA の選手って鍛えられてないしさ、はい、で技術もあんまりなかったから、うん、あ、これは無理だなってこのピッチャー打つのって思った。3回早くないですか。いやそれはもう監督と話したから、はい、中畑さんと、うん、もうこれやられるなって言うから、そうですねってやられますねってで、なんか手打ちましょうよ打てないんで、そのぐらいやっぱり良かったし、例えば、ね、いや、やるとか、でもあいつ抜群にフィールディングがうまいんで、ああ、じゃあもう、何の手の打ち、まあ、ただ、オープン戦の時には、うん、バッティングの指示っていうのは、はい、今日はとにかく反対方向にみんな打ってみろとか、あ、ね、今日はちょっと変化球を意識して打ちに行ってみろとか、はい、まあ、そういうことはテーマとしていろいろ与えてたけどね。そうなんですね、うん、だからそのオープン戦が残り5試合ってなるまでは、まあ、その課題を設けてやってて、ね、でじゃあの本当にじゃあオープン戦残り5試合ですってなった時からはもう個々のそれぞれがもうシーズンに入っていくためのっていう、いやもう仕上げの段階だから、うん、だからまあ相手もエース級が投げてくるし、はい、ローテーションピッチャーが投げてくるから、うん、あ、まあ大体5回ぐらい、うん、まあ、100球を目指して投げてくるから、うん、そこはもう調整というかもう最後の仕上げ、そうですね、うん、今頃のオープン戦っていうのはこう楽しんで何かテーマを持ってやってんだろうなって、うん、そのテーマを見つけられると面白くなるよ。そうですね、そうそう、見てる方がただまっすぐ多いなとか、あ、絶対引っ張らないなとか、はい、なんか初球から打たないのはわざと追い込まれてから勝負いってんだとか、バッターとかがね、うんうん、だから前田智則、はい、もう天才って言われた左バッター、うん、1球目から全く打たない、追い込まれてから自分がどうやって打つかっていうことを練習してるんだ。わざと追い込まれる、そうそう、わざとシチュエーションを作るってことですよね。そうそうそう、自分がだからレベルが高いよね。そうですね、じゃあそのそれぞれのチームのその試合の課題っていうのを見つけてみるのもちょっと面白いかもしれないですね。